こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はまめたくんも一緒にいます。今日はですね、楽器の5分間トレーニングということでやっていきたいと思います。これはですね、ドラムに限らず全ての楽器に対して僕はそうだと思ってるんですが、こう毎日ちょっとずつやっていく方が絶対にやっぱり早く上手くなるんですね。なのでまとめて毎日よりも少しずつ、毎日少しずつやっていく方がやっぱ上達するということで、で、まあ、僕はこう週休2日とか続けやすい環境を作るのが結構おすすめかなと思いますね。少し余裕を入れといて、あ、今日はもうちょっと旅行行くから、ああもうって思わないようにね、あ、今日はもう旅行行くから、今日と明日はお休みにしてとか、今日は疲れてるから今日はお休みにしてって、週休2回とかねやるとね、意外と続けやすいんじゃないかなと思います。で、休んだ日はですね、別日に繰り越すかのなどをして、まあ、達成するか、5日は絶対やるんですよ。なのでどうしても週に3回できしかできなかった日は、週はこの2回分をこっちに持っていくんですね。でも要はまあ倍の時間やるとかねっていう風にします。僕はこれで、学生の時、学生卒業してからね、まあ、人はみんな8時間働いてるわけだから、僕は8時間練習しようと思ってたんですよ。で、僕はまあ週休休みにせずに、まあ、3年間8時間365日続けたので、ただ熱で1日もう丸1日できなかった日はもう1時間ずつ8日間に分けて消化していくみたいな。でもそれ言えるじゃないですか、こう3年間毎日8時間練習したよっていうのは、言わなくてもそんだけ俺は達成できたんだっていうやっぱ自信にもつながるので、まあ、達成する喜びとか続けたことによる自信とか満足感のためにやると思っていただければいいのかなと思います。で、今回はね、早打ち、ドラムにとっては早打ちなんですけど、これ例えばピアノだとハノンとか、そういったこうチェルニーとかそういうものでいいと思うんですけど、大体どの楽器もそうですけど200の16分符で演奏するっていうのが、まあめちゃくちゃこうどれでも楽器がいいなって言われてるこう練習方法だと思うんですけど、これって早くするのが目的ではなくて、この音色がいいね、音色を良くするためにそういう風にしてるとかね、あとこうグルーブっていうのは僕は意図的に作ったズレだと思ってるので、そのズレを意図的に作るためにこう早いテンポでこうここに入れていくっていう技術がなければ結局グルーブしないんで、一定的にズレないとグルーブってしないんですね。なので音色が良くなったり、グルーブが要はこう8分符こう叩くときにこう8分符ギリギリでこう動いてるよの方がやっぱりこう鋭い音になるわけだから、こうそうすると8分符よりもっと早く動かさなきゃいけないんですよ。なので音色を変えるためには、まあ、早く演奏するのが目的ではなくて、音色とかグルーブを変えるためにやるんですよっていうところですね。これはもうどの楽器でも全ての楽器でも同じことですね。で、まあ、1分間やるのが大事っていうか、1分間メトロノームっていうのを作ったんですね。後でご紹介しますけど、でこれは何かっていうと、まあ、5分って言ってるのは1分間メトロノームって要は1分間2回が1つのメトロノームを僕はセットにしたんですね。そしたらそれを 2回やれば4分でしょ。でロスタイム入れても5分じゃないですか。5分で終わっちゃうよっていうことね。で終わりが決まってないとなかなか人間重い腰上がらないんですよ。でも5分だったら頑張れるじゃないですか。なので5分間とりあえずこれやってみる。で楽器ってそうだけど、やり始めると楽しくなるんで、で気が乗ったらそのまま練習するけど、気が乗らなかったらその今日はその日でやめていい。でも週に5回はこれをやるとか、まあ週も必ず5分は毎日やるとかっていう設定をしていただければいいのかなと思う。やっぱり耐久力って結構必要ですね。1分間の耐久力、こう16分音符弾いて、16分音符ってね、1小節っていうのはもうコツとしてはもう精神論でいけたりするので、頑張ればいけるって感じなんですけど、1分間やるにはやっぱある程度脱力してなきゃいけないし、持久力っていうのが、まあそんだけの耐久力があるってことは、そんだけのやっぱりこう力を抜けた、そのちょうどいい姿勢とか、ちょうどいいこのなんかフォームとか、そういうものが必要になってくるんですね。だからあの水泳とかも言いますよね。やっぱり長くこう遠泳してるとだんだん自動的に速くなる。要は長く泳げるようになるには結局自分が楽なとこ探そうとするんで、その楽なやっぱ一番正しいフォームっていうのを身につけるためにも耐久力が必要ですよということですね。まあ、1分間メトロノームっていうのを作りました。はい、こちら1分間メトロノームですね。スタートしてもらうと、
まあこういう風にスタートするとね。で、まあ女の子が一生懸命やってると僕も頑張ろうと思えるから、女の子のこうスライドね、フリーのスライドを集めてきました。でちゃんとこう、カウントダウンされていくので、あとどんだけかっていうのを頑張れるじゃないですか。で女の子も顔が、まあ、赤くなるようにこう設定してあるんですよ。何やってんだって話ですけど、これこちらのあの詳細欄の方にですね、プレイリスト再生リストの方で、160、70、80、90、100ってこう200までね、っていう風に150から作っておきましたので、50、60、70、80、90、200の6個、ありますん で自分の今やりたいテンポっていうのをこう選んでもらって、でこういう風にやると、で10秒前になるとですね、頑張れって声もちょっと入れておいたんで、こうモチベーションが上がるかなと思って、10秒前になると、はい、頑張れ、こういう風になっておりますね。でも顔真っ赤になったところでもうちょっと頑張っていただくと、こう達成感があるように、ちょっとこう終わりが、一応歓声も入れておいたので、でこのまま、2回目始まりますんで、これ2回分やっていただきたいということで、これ1セットにすると、これ2回分を、2回やってもらうと4分で、まあいろいろ準備したりとかしても5分で終わるじゃないですか。で5分だったら毎日できるでしょ。でゲーム形式にしてちゃんと終わりが決まっていて、耐久力を練習すると。でまあ、10秒前に頑張れを入れました。2回ワンセットになっているので、2個やればもうこれでバッチリ5分ですね。で早くならない人はですね、これも楽器全部一緒ですけど、まあ1小節演奏1小節休みでもよいということですね。ちょっと書いてみますけど、たばたばらばらばらたか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 みたいな感じで、こう1小節やったら1小節休むみたいなね、こういうやり方で練習してもらうといいかなと。これ例えば、1小節ができたら2小節やって1小節、だから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 1、2、3、4みたいな感じで、演奏して、こういう風な感じでやってもらう。で徐々にこのこっちの小節増やしつつ、1小節休憩っていうのを入れても全然構わないし、できるようになってしまえばもう休憩なしでずっと1分間やる。大事なのは速さになれるってことですね。ゆっくり丁寧にやるのと速さになれるって、速さって本当に慣れなんですよ。なのでもう早く動かすっていう、多分動かし方と全くこう多分筋肉自体が違うのか脳が違うのか分かんないですけど、速さになれるっていうのはもうこれはこれやらなきゃ絶対速くならないので、速さに挑戦していくっていうことですね。で、揺さぶりって言ってですね、これ例えば、180でやるじゃないですか。で180で今やってみて、あ、めちゃくちゃ速いなと思った場合は、今度は、できなかった場合はわざとね、今度次200でやるんですよね。200でやってレディー、そうそう、でこうやって休みながら、こういう風にやっていっていただくという感じですね。そしてそれから180もっぺん聞いてみると、さっき早いなと思ったものが急になんかこう遊んでもないなみたいな感じで、やっぱりねこう動体視力が身につくというか、レディー、余裕じゃんみたいな感じになってくると思うんですよ。なので自分がマックス、例えば180で悩んでるだったら1回200ぐらい、2段階ぐらい上げてみる、まあ、そういう意味では210、220つくと多いのかな、まあ、そのうち作ります。とにかく速さになれるっていうことですね。徐々に小節増やしつつ1小節早くやるときっていうのは、ここねこうやって休憩、この休符を入れてもらって構わないので、速さになれる練習をします。要は2段階ぐらい上げて速さになれて、で元に戻して1分間耐久っていうのを頑張ってやる。だから今日は、1セット目は速さになれるだけ、2セット目、1セット目は右からとか左からとか、まあなんかこう右手だけ左手だけとか、こうギターだとどうなんだろう、多分本当にこう、下からとか上からとかいろいろ頑張ってやってもらったらいいと思うんですけど、それこうやって速さになれるのを1回やったら、そしたら1分間続けるのを2セットやるとちょうど5分ぐらいで終わっちゃいますよね、という風に練習してもらいます。でこれ自体は早打ちっていうのはあんまりたくさんやりすぎて、ほんと腱鞘炎、力入りすぎて腱鞘炎になったりするので、そこはあんまり無理しなくて全然いいので、そこをちょっと頑張ってやってもらって、練習してもらうといいかなと思います。他の楽器の方は一応ここまでで、ドラムの、細かい、よくある質問っていうのに今から答えていきたいと思いますね。
はい、左手が弱いってよく言われますね。左手リードでやってみるってことですね、ゆっくりで始めて左手から始める、こうね。左手だけでもいいし、これ片手ずつっていうのもものすごい大事で、片手の時はもうとにかくね、こうやって動かさないで、視点がちゃんと止まってて、こう回転してるっていう、こうね、こうですね、左手。足は、まあ、四分音符を踏みながら、もしくはドラムの場合は2、4を左手で、足を四分で、右足、両足、右足、両足っていうのが、まあ、ドラムの基本なので、まあ、練習したい人はサンバキックでもいいかなとかでもいいし、まあ、あのクラーベでも、まあ、足は何かこうキープして四分音符だけでもいいし、左足を使ってキープしてもいいし、まあ、いろんなキープがあるのでやってもらって、でこう左手ばっかりやるか、左手リードっていうのは左手スタートの16分音符をやるとものすごくうまくいきます。いや、右スタートばっかりやってる人がすごく多いんですね。だからやっぱ左からスタートっていうのもまんべんなくて、だから2回あるんで、1回目は右からスタート、2回目は左からスタート、もしくはまあ苦手な左からスタートして、左手は途中で止まってもいいけど、右手はしっかり頑張ってやるとかね、っていうような形で練習してもらうと。シングルが揃わない人が、ものすごく速くなってくると多いんですけど、これ左スタートで右手はあんまりこう、例えば1小節パカタカタカタカとか跳ねちゃってもあんまり気にしないで、左手の間に右手が入ってきても左手はとにかくキープできるよっていうのを続けていこう。こうやってこうずれちゃってもね、大丈夫、今のわざとだからね、ずらしててこうタカ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 ってなってても左手をキープしてればいいという練習をしてもらうかな。でももちろんこれはシングルストロークで1分間で左からもやってもらって、できればダブルストロークで、できればパラデュールっていう風に練習していってほしいんですけど、ダブルストロークの場合はですね、ポイントはですね、まず下手止めないっていうことですね。皆さんこうダブルストローク速くならないとポイントはみんなこうです。こうよく聞くタカッ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 って、これ音色も変わっちゃうのね、これ押さえつけると。なので2回とも同じところから同じところにスタートする。だから最初はで、これを右手を気にしながら、この時に下で止めない、下で止めない、必ず両方とも こういう風に練習して、で次左手ね、左手もこう止めない、こうね、このシングルで叩いた時も下で止めない、っていう風にやるとだんだん揃ってきます。これね。で、ダブルは関節2を1回だけ動かして2つ叩くっていう、関節2何かって言ったらこの手のこれ書いてあるでしょ。ここ関節内、このドラムの関節ってここが1関節、2関節がここなんですよ。3関節がここで、4関節がここだね。で、2を使うとき必ず1も使わないと、こう2だけ使うっていうのはすごい不器用っていうか、なんか不自然な感じ。わざと使うときあるけどね、不自然な音にしたかったらこういう風にすることもあるけど、基本は必ず1が動いて2が補助してる、3を動かすときは1、2が動いて3が補助して、でだんだん高くしたいときにこう関節4まで使うんだけど、基本ドラムっていうのは1と2の関節だけで叩きます。で、2の関節だけで2回叩こうと思うとすごい大変、ここの重さが、ね、だから2の関節は1回なんだけど、次は1の関節だけを使って2、同じとこまでスティックを上げたいわけ。要は2回ともここを上げるんじゃなくて、1回目は2を使ってこう降りて、2回目は1だけで、でまた上に持って上がる。
足のダブルも基本同じです。太ももを2回アップさせたくないから、太ももは1回しか落ちないけど、この位置エネルギーを使ってこう2つ打つっていうのが足のダブル。これは足のダブルの教材を見ていただければいいかなと、ね、右も左もこうここの2から落ち込んで1だけで2個目を叩いて、また2を使って上に上げるって感じですね。これがダブルのポイントです。でパラディドルって結構なかなかやらせない先生多いんですけど、僕も最初から絶対やった方がいいと思ってます。要はこれをスムーズに切り替えなきゃいけない。シングルとダブルが交互にですね。でパラディドルっていうのはシングルダブルシングルダブル、シングルのことをパラと言います。だからシングルストロークはパラ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 っていうね。でディド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 でパラディドパラディド、右左右右左右左右左で全部このシングルの時はちゃんと2を使って、ちゃんと2を2、1使って叩いて、左手も叩いて、でリードの時は1回目は2を使うけど2回目は1だけ使って持って上がってきて、で左ではこの切り替えがうまくなる、シングルとダブルの切り替えがうまくなる。でアクセントをつけない、あのパラディドルってこれで教わる人多いですよね。でまあ実際こうで使うことが多いんですけど、この練習の時は全部 C って言えば全部アクセント、これが揃えれるようになった上にアクセントが乗るととても綺麗になるので、これで、右からと左からと練習してもらう。だからまあやっぱ最初は一小節で、パラディドルの場合はこう低いのと高いので、ドタ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 っていう風に音程で覚えた方がこう合ってるのか分かんなくなるけど、頭の中でドタ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 って歌ってるとうまく叩けるようになると思います。はい、という風に以上になるわけですが、ここまでが楽器5分トレーニングのお話でございました。なのでまずは、全ての楽器で、練習するところとしてはやっぱり1分間メトロノームをしっかり活用していただいて、ゲームみたいにして毎日毎日やってみてください。で、ドラムに関しては、シングルとダブル、パラディドルやるためのコツをちょっとお話ししましたので、まあ分かんなきゃ何度か見てもらいながら、このもう1分間メトロノームのプレイリストをですね、もうブックマークしておいてもらってですね、毎日毎日、使っていただければ、非常に遊びながらできるんじゃないかなと思います。というわけです、本日は以上になります。